あの僕はですね、アニメーションから入ってて、アニメーションをある程度やり尽くしたんですよ。ほとんどは、その後にイラストレーションをやって、それをある程度もやり尽くしたっていう感じで、もう、楽なんですけども、それだけやってると飽きちゃって、だからファインアートの世界ってまたステージが違うんですよね。ステージが違うところでまたやってるので、やんなきゃならないことがいっぱいあるんですよ。だから楽しいです。今はやっぱりファインアートの世界が自分にとって未知の世界。それは一番思うのは、結局僕の経験はアニメーション、それからイラストレーション、それからゲームの世界、キャラクター作ったり、それが自分のやってきたことですから、それを表現するステージとしてファインアート、それが僕のために、だからそこから離れないで、その中からステージが出てきたことを僕は左右されてやるそういうスタンスです。だから今までやってきたことを否定するんじゃなくて、今までやってきたことを入れて、それを踏まえて、それをやるだけはまだ難しいです。わからないことを、わからないことをしながら、世界を作るっていうことでチャンスになる。